ラジオ高等時刻は10時になりました。みんなで作る伝統未来水彩都市高等ラジオ高等、この番組は区政情報、さまざまな街の話題をお伝えします。こんにちは、望月香織です。本日は年末年始の区施設の休館休止、年末年始の資源回収とゴミ収集、年末年始の休日急病診療案内、おいしいメニューコンクール、ノラクロ漫画賞大賞受賞作品決定についてお送りします。ラジオ高等、この番組は江東区の制作でお送りします。まずはじめは年末年始の区施設の休館休止についてです。年末年始の区施設の休館休止についてご案内します。区役所、出張所、特別出張所、区民館、保健所、保健相談所などは12月29日水曜から1月3日月曜まで休館となります。その他の施設についてなど詳細は区報12月11日号2面をご覧ください。なお、区役所2階豊洲特別出張所のマルチコピー機およびコンビニ店舗などでのマルチコピー機によるコンビニ交付サービスも12月29日水曜から1月3日月曜まで休止となりますのでご注意ください。続きまして、年末年始の資源回収とゴミ収集についてお伝えします。年末は12月30日木曜まで、年始は1月4日火曜から通常通り資源の回収とゴミの収集を行います。年末年始期間も通常通り朝8時までに集積所にお出しください。なお、収集時間は通常と異なる場合がございます。1月4日火曜の資源回収については当日の朝7時までにコンテナを配布し、9時から回収を開始します。続いて、年始の燃やすゴミ回収、地区ごとの開始日をお知らせします。年始の燃やすゴミ回収が1月4日火曜からの地区は新砂、東砂6丁目から8丁目、南砂2丁目から4丁目、6丁目、7丁目、大島8丁目、9丁目、北砂6丁目、7丁目、東砂1丁目から5丁目、北砂1丁目から5丁目、南砂1丁目、5丁目、大島3丁目から7丁目。以上の地区は年始の燃やすゴミ回収が1月4日火曜からとなります。年始の燃やすゴミ回収が1月5日水曜からの地区は亀戸4丁目から9丁目、白川1丁目から3丁目、新大橋、高橋、時和、平野1丁目から3丁目、三好1丁目から3丁目、森下1丁目から4丁目、大島1丁目、2丁目、亀戸1丁目から3丁目、住吉、毛利、
石島、海辺、扇橋、白川四丁目、猿江、仙石、千田、平野四丁目、三好四丁目、森下五丁目。以上の地区は、年始の燃やすごみ回収が1月5日水曜からとなります。年始の燃やすごみ回収が1月6日木曜からの地区は、永代、越中島、清澄、佐賀、富岡、深川一丁目、福住、古石場、牡丹、門前仲町、青海、有明、千代浜一丁目、東雲、豊洲、海の森、木場、東洋、深川二丁目、冬木、枝川、千代浜二丁目、千代見、新木場、辰巳、夢の島、若洲。以上の地区は、年始の燃やすごみ回収が、1月6日木曜からとなります。詳細は区報12月11日号10面をご覧ください。お問い合わせは清掃事務所電話 3644-6216 3644-6216。 続いては年末年始の休日急病診療案内についてです。年末年始、12月29日水曜から1月4日火曜の休日急病診療の対象は、内科、小児科の急病患者です。受付時間は午前9時から11時30分。午後1時から9時30分。診療場所は東洋5丁目江東区医師会館内、または大島4丁目総合区民センター内の江東区休日急病診療所です。受診の際は保険証を必ずお持ちください。詳細は区報12月11日号10面をご覧ください。続いては美味しいメニューコンクールについてお伝えします。美味しいメニューコンクールの表彰式が11月21日に江東区文化センターで行われました。今回は食品ロスにしない備蓄食品を使ったメニューをテーマに、ファミリーの部と中学生の部に合計4972点の応募があり、書類審査、一次審査の結果、23作品の優秀賞が決定しました。区役所2階区民ホールと区内スポーツセンター7カ所で、これら23作品のパネル展示とレシピ集の配布を行います。ぜひお越しください。なお、レシピ集はなくなり次第終了となりますのでご了承ください。区役所2階展示ホールでの開催日程は12月13日月曜から15日水曜、区内7カ所のスポーツセンターでの開催日程は12月17日金曜から23日木曜。詳細は区報12月11日号4面をご覧ください。
最後は野良黒漫画賞大賞受賞作品決定。野良黒漫画大賞に今年は全国各地および海外から総数306点の応募があり、厳正なる審査の結果各賞が決定しました。森下文化センターではこちらの受賞式展示会を開催します。どなたでも無料で参加いただけます。受賞式の日時は1月23日日曜午後2時から。申し込みは森下文化センター、電話5600-8666、5600-8666までどうぞ。展示会の日時は1月4日火曜から23日日曜午前9時から午後9時まで。今回の全応募作品を展示します。惜しくも入賞を逃した作品も個性あふれる力作揃いです。また過去の大賞受賞作品も展示します。当日直接会場へお越しください。詳細は区報12月11日号8面をご覧ください。みんなで作る伝統未来水彩都市高等、区政情報さまざまな町の話題をお伝えしますラジオ高等、そろそろお別れの時間です。今後もどうぞお楽しみに。本日もお聞きいただきありがとうございました。ラジオ高等では皆さんからのご意見ご感想メッセージをお待ちしています。宛先は、E メールの方は、info@885fm.jp、info@885fm.jp。ファックスの方は、03-5634-0792、5634-0792。あなたからのメッセージお待ちしています。お相手は望月香織でした。ラジオ高等、この番組は江東区の制作でお送りしました。